九州国際重粒子線癌治療センターは佐賀県鳥栖市にある病院。重粒子線を利用して癌の治療を行う医療機関である。通称の佐賀ハイマットは佐賀ヘビーイオンメディカルアクセレレーターイントスの頭文字。従来、西日本に重粒子線癌治療施設がなかったことから産学館共同プロジェクトとして本施設の建設が計画され、 当時建設予定であった九州新幹線、新都市駅から徒歩数分という立地の現在地で計画が進められた。自治体の補助金、民間からの出資金、寄付金等で資金調達予定であったが、九州電力の経営悪化などの影響により、資金が集まらず計画は難航。しかしながら、最終的には2013年5月に開設された。 入院病棟はなく、すべて通院治療となる。入院が必要な場合は、近隣の連携病院からの通院となる。前述のように運営資金に寄付金を当てていることから、個人、法人からの寄付の受付も継続して行われている。この不死は、医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。ありがとうございます。